今度焼き今度人形、福助とお福今度焼きは、落語の演目の一つ。遊国亭主が帰宅したら女房がいない。あの野郎、どこへ行きやがったははあ。こんところ、神さん連中よると、いつもべしゃべしゃ芝居の話してやがったから、芝居行きやがったんだよ。安畜照明別に芝居行くのは構わないけどさ、晩飯一人で火を起こす身にもなってみやがれってんだ。 この前呼ばれた友達んとこは、新婚でいいなあ。それに比べて、俺んとこは、寄せばよかった下切れすずめ、ちょいと舐めたが、身の因果って言うけれど、えれえもん、舐めちゃったね。えどうも。今や、悲しき六十歳だね。と一人で、ぶつぶつ女房の不満をこぼしているところへ、女房が帰ってくる。案の定近所の神さんと一緒の芝居見物の帰りであった。 すっかり膨れている亭主を見て、あらお前さん、どうしたのどうしたのってさ。まあ、嫌だ、怒ってるの。お前さん怒ってる方が顔が苦み走っていいよ。普段デレリボーってしてるよりよっぽどいいわよ。そんな怒ってばっかりじゃ顔疲れちまうよ。どこ行ってたんだい芝居。とあっさり答えられ、亭主は怒る気もなくなり、そら、行っちゃダメだとは言わないよ。 家で待ってる俺の身にもなってくれよ。と愚痴をこばす。だが、あら、怒ることないじゃないの。あたしだって陰で亭主のこと悪く言ってないわよ。と言われるとそこは夫婦。そうかい。だが、おめえの芝居の話聞いてるとよ。もとっさんは総重郎に似ている。三吉、安は吉右衛門に似てますって、よその亭主のことばかりだ。物には、ついでてえものがある。浮世には義理てえものがある。 夫婦の中には人情いうものがあるへへんてんでえ。俺は誰に似てるんだあら、あたしだってちゃんと手を回してますよ。じゃあ誰に似てるんだお前さん福助。あの役者のか。なあに、今ど焼きの福助だ。どちらも人気のある大衆芸能として関係が深い。歌舞伎の世界を主題にしたり、芝居がかった演出を取る芝居話が数多く、東西に残されている。 三遊亭窓川浅、八代目、桂文治、初代桂文画、初代桂古文治、二代目、三遊亭演歌、八代目、林家正造などの落語家は、芝居話を得意とした。また、ボタン登録塩原助け、淡田口、眠り落大物語、文屋殺し、神裕一新さんなど、落語の歌舞伎家も多く見られる。落語家が歌舞伎を演じる。 しかしばも今日盛に演じられ、落語界と歌舞伎との交流は盛んである。ありがとうございます。